はい、こんにちは、ゆうなと申します。今日も13騎兵防衛圏次やっていきましょう。今回も尾形年次くんのストーリーやっていくって言ってたよね。確か前回撮った時からちょっと時間が経っちゃってるんで覚えてはないけど、そうだよね、電車事故を繰り返す未来を変えるために尾形くんが結構奔走しているというか、そのストーリーなんだけど、どうなってるんだっけ？脱出失敗してるのか、ずっと。なるほどね。じゃあ、この下に行くのかな？上もまだ。あ、ここも回収してないのか。なるほど、なるほど。行きましょう。で、今回から、ちょっとボイスの音量だけ上げました。SE とか。確かにあんたの。ん？言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど、ねえ聞いてる？また戻っちまった、そうなんだよね。で、 SE とかね、その他のボイスとかは全部同じなんで。あの声だけの野郎は何者だ？なんで俺をこんな目に。それに捕まっていたあの場所、あれだ。ほう。UFO 番組で見た宇宙人の実験室。え、全く一緒なの？そっくりだ。あ、そっくりっていうだけか。これ真っ裸だったしな。うん。ここからどこへ逃げても逃げ場はない。このすぐ後にあいつらがやってくる。こんな話したって誰も信じねえ。あーだよな、信じてくれないもんね、トミちゃんもね。って言われたって、どう探しに。あ、そうだ、鍵を探せって言われてるんだ。ポケットあされてのか。いや、そういう鍵じゃないと思う。多分鍵間違いしてんだろうな。鍵持ってないか。鍵ってないんだ。何の鍵を。家の鍵なら持ってるけど、これなのか。いや違う違う違う、 家の鍵でかいな。家の鍵は俺も持ってるし。頭悪いんだよな、基本的にな、こいつな。ちょっと、どこへ行くのよ。なあ、ごめん。何？ちょっと鍵探さなきゃダメなんだって。鍵探せ、あ？あれは。お。一緒にいるやつはどこかで見たな。女装男子じゃん。お、普通に行くじゃん。何コソコソしてんの？いや、何の話してんだろう。あれ、イオリがいる。イオリから隠れてたの？いや、そういうわけじゃない。別に。何よ。あんた、もしかして。違う、そういうことじゃないよ。違うって。多分、ユキちゃんのことが好きだから。わかんないけど。おお、どっち行けばいいの？あいつは、クラベか。クラベ？うん。話終わってないんだけど。ごめんって怒るなよ、そんなに。え？どっち？おい、ほら。え？話終わってないんだけど。16の方に行けれない。え？こっち行けれない。ほら。おい、こら、話を。え？じゃあ、いおりちゃんのとこしか行けないの？ぽいな。おい、こら。え？話終わってないんだけど。どっちにも行けない。なに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 、なんで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 。はぐらかさないで。はっきり答えろ。違うって。同じこと言ってる。いや、トミちゃんうんぬんの話じゃないよな。え？キサラギに冬坂との仲を疑われる。あ？でもどっちにも行けないじゃん。どうなの？え？俺の彼女じゃあるまいし。それな？本当に。そんなの気にすんだよ。気にしすぎじゃない？気になっただけよ。トミちゃんは、レンジ君のこと好きなのか。珍しいね、より。おおおお、進んだ。うさみちゃん、イオリの家こっちじゃないよね。沖野くんとどこ行くの？ツツジまでちょっとね。電車来た。あ、電車来ちゃった。行こう、沖野くん。君らもう乗っちゃうの？乗っちゃうんだったっけ？前回から乗ってたっけ？え？ちょっと待って。冬坂に話し。冬坂。やっぱり。え？なんか変だよ。乗っちまった。どうする？後を追うか。
え、どうするの？何もないし。え？え？乗るしか選択しないんだが。ここで確かに比べを見たが。お、しまった。どっか行っちまった。乗る乗らないでこれ分岐したな、多分。あ、違う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 。あ？上のルートに行った？一応電車に乗るっていう選択肢もあったんだけど、乗らずに今こっちのルートに入ったのかな？ん？てめえ大型。またお前らか。こんなところで奇遇だな。奇遇すぎだろう。なんだよ。鍵知らない？ちょっと。お前ら鍵を持ってないか？家の鍵だろう。なんじゃそら。ともかく何かの鍵だ。バイクの鍵なら。バイクか。家じゃなかった。取られちまった。ああ、そうかよ。違う違う、そういう鍵じゃない、そういう鍵じゃない。でも走れなくなったな。お前らどこに行くつもり？乗らないの？電車。ここで決着つけるぞ、こら。そんなに暇じゃないんだよ。今そんなやってる場合じゃないんだよな。ちょっと。何？また喧嘩？あ、しないしない。今そんな場合じゃない。なんだこいつは。まさかこのチビ。おお。何を怒らしたんだ。何が嫌だった？何が気に来なかった？怖。急に怒るじゃん。どうした？何度も腹が立つ野郎だ。弱すぎワロタ。毎回負けてんじゃん。もうそんな怒んなって。何どうしたの？電車来たし、もう行くから。あ、ダメ、それ乗っちゃダメ。ダメ、これは乗っちゃいけないやつ。ね、これ乗っちゃいけないやつ。ねえ、言ってるじゃん、ずっと。そっか、一個前の電車を乗ってもいいやつだったのか。なるほどね、ダメだって。また同じ運命たどるんだから、もう。やっぱほっとけねえ。これ乗ったとてまた変わるの？え？畜生、結局同じだ。電車が脱線して如月も。鍵はあったか？ないんだ。尾形に答えろ。知らねえよ。お前は誰なんだ？何がどうなってるかまず説明しろ。見つけたら教えてやる。助かりたければ鍵を探せ。やり直しだ、戻れ。じゃあやっぱりあっこで乗るべきなのか、乗らなきゃいけないのか。待て、一緒だな一緒だな、やっぱ。ああ、乗らなきゃいけないっぽいな。この辺全部一緒なのかな？じゃあ、さっきの電車に乗ってみよう、今度は。じゃあ、この電車に乗ればいいのね。乗らないと多分変わんないんだろうな、この先。クラベ君も気になるんだけどな、クラベ。クラベ君に話しかけに行けれないのか。じゃあ、乗ろう。しまった。どうする？あと追うか。おう。追うしかない。行くぞ。ちょっと電車違うよ。お前も乗れって。マジで置いていくの？置いていっちゃったらトミちゃん乗っちゃうよ。あの電車乗っちゃうよ。ダメでしょ。ああ、冬作を追って電車に乗るになったんだよね。おかしいな。あの女の子、確かに乗ったはず。あの女の子、あ、ついに出てきた。あ、誰か探してるの？探してるの。そうだ、ちびっこ。二人連れの学生見なかったか？結構いるんじゃない？やべ。二人連れ？は？どうなってんだ。手品。いや、手品じゃないでしょ。そんなバカな。怖っ。何？わざわざ電車まで追っかけて、おかしなやつと思うかもしれねえが、ともかく一つだけ教えてほしいんだ。鍵を持ってねえか？
いや、怖い。家の鍵とかじゃなくて。どういうこと？なんか特別なもんなんだが。あの女の子何？やっぱおかしいよな。ちょっと待って、黙って逃げるな。それはダメだ。それはダメ。一番ダメだ。なあ、ちょっと走れ。尾形も走れ。なんで走らないんだ。てか、電車ガラガラすぎ。どうして、そんなもの探してるの？どうしてって、なんて説明すりゃいいか。もともと鍵は、君が持っていたのよ、僕。保険の先行？今俺は冬坂に、はあ、いやまさか冬坂か。おめえ見覚えがあるぞ、悪党団。思い出した、おめえは悪党団の。痛いのは一瞬よ。ちょっと待って、悪党団ってなんだっけ。7歳の記憶。うわ、こんな遅くまで僕一人で遊んでるの？遊んでるんじゃない、特訓だぞ。何の？君は尾形年次君でしょ。そう、お姉さんが家まで送ってあげるわ。めっちゃ怪しいじゃん。怪しいぞ。だろ、悪党団がそうやって子供を連れていくんだ。悪党団？仮面ヒーローの悪い奴らだ。テレビ番組か。でもどちらかといえば悪者は君よ。うん？8年後に君は怪獣を呼び出して世界を滅ぼす。俺がそんな悪いことするもんか。君の意志とは関係なく、そう定められているの。騙されるもんか。俺は捕まらないぞ。待って、この外したか。は？どういうこと？尾形くん？生まれながらにってこと？あっぶねえ。どういうことなんだろう。ぐるっと回って戻ってきたけど、どうしよう。鉄砲撃ってきたし、あいつやっぱり悪党団の一味だ。おまわりさんに教えないと。動かないで。悪い子ね。俺死ぬの？痛いのは一瞬だけ。ナノマシンを打ち込んだわ。君の中のプログラムを少し書き足した。書き足した。私たちが戦うために必要なことよ。これで武器を用意できる。騎兵をね。ナノマシン打ち込んだ？あ？打ち込まれてる人間が騎兵を操縦できる？あれ？撃たれてないな。鍵はあったか？何が何だかわからねえが、でも撃たれて思い出した。子供の頃にもあいつに撃たれた。撃たれた？どういう状況だ？説明しろ。保険の先行に電車の中で撃たれた。他の客もいるってのによ。いや違う、あれは冬坂だ。冬坂？よかったがあいつに間違いない。まあ似てるよね。電車というのはいつの話をしている？どういうことだよ。戻してる場所だよ。駅のホームだ。冬坂を追いかけて電車に乗ったら。駅のホームで鍵を探しているのか。なんでそれすら知らないんだよ。まさか知らないであそこへ戻してるのか。なるほどな、そこに鍵を持つのだ。あー、大きいの。お前大きいのか。大きいのっぽい声してないかこいつ。わえ、ま待って、沖野じゃないのこれ、声的に。悪党団の女、ロック解除可能だって。アンロックはできる。え、どうする？見る？もう一回見る？どうする？ねえ、どうしよう。え、ちょっと待ってよ。これ下に行けれるんだよね、多分ね。うわ、どうしよう。
うわー、ちょっと待ってよ。いおりちゃん。いおりちゃん進めるか？ちょっといおりちゃんのストーリー進めてもいい？こっちだな、多分。気になるのは。冬坂いおりちゃん。この子結局何者なんだろう。帰り道、商店街。うさみちゃん、見た？そこに猫が？またいたよ。猫どこ？夢の話。毎晩あの夢、夜中に目。ああ、同じようなことやな。で、気になる彼。これが三浦くんの話かな？うん。で、みわこ、みわちゃんね。このみわちゃんもなんかストーリーの鍵握ってそうだよね。だって、騎兵には乗らないから。うん。この後、レコード屋にも寄るんだよね。うん。アイドルの新婦だっけ？ボーカルの子がね、網口くんにちょっと似てるの。網口のこと好きなんだっけ、この子。あいつ。いや、まあイケメンで頭はいいしな。まあ悪くはないんじゃない？あれ。一人もいない？網口くんって。高校ではバスケやらないんだって。もともとバスケやってたんだ。ないのにもったいない。やってそうな顔してるな、偏見。秋田の一言でやめたけど。小学生でサッカー？私と同じ小学校だったの？そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。あ、そうなんだ。あ、美和子としか喋れない。遠くから見つめるだけでも。ミワちゃん、ラブレター出すの？ラブレター今週運勢悪いから。いや、それ一生出さないやつじゃん。そうだよね、めっちゃ言い訳してるから。告白って勇気がいるよね。するのか、三浦に。あ、ごめんごめん、こっちの話だから。何かその困った顔。四つ葉のクローバーよ。何？何？占い雑誌に載ってた恋のおまじない、ラブレターに入れて渡すとドン引きされるよ。先週は確かラブレターに入れて渡すとドン引きされるよ。わあ、あったあった、そんなのあった。何もない。あ、猫、あ、猫、お前。あ、逃げた。うさみちゃん、おい。猫ちゃん、またいたよ。いた。猫どこ？もう逃げた、あいつ。猫いたんだよ、こっちに。もうどっか行ったんじゃない？そう、逃げやがった。あの猫逃げよった。この後レコード屋にも寄る。あ、寄るんだよ。アイドルのボーカルの髪が。そんなに学校にはろくな男いないもんな。一人もいない。ん？恋は素敵よ、うさみちゃん。みわちゃん、やっぱりラブレター出そう。出すの？だから今週一生出さないって。その調子、出さないやつだから。告白って勇気がいるよね。みおりちゃん、四つ葉のクローバーはいらんぞ。引かれるぞ、やめろ。四つ葉のクローバーやめとけ。あ、猫またいた。どうしよう。お話。猫いるよ。猫いるよ。うさみちゃん、見た？猫ちゃん、またいたよ。よね。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？行った、どっか行った。これループしてる？もしかして。ループしてる。怖っ。ちょっと待って、何を回収しないんだ、だし。学校にいた猫ちゃんかも。そうなんだよ。なんでこんなとこいるんだよ、あいつ。猫珍しくないでしょ。一緒一緒、絶対一緒だって。見た。これも一緒だよな。ほら、あそこ。あ。いないけど。
え、いないけど。猫どこ？え？え？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。えー、ループしてる。怖い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 。待って待って。いないって猫。百歩譲って。お。色恋なんかより今は食いけよ。トミちゃんのストーリーというか、トミちゃんに話しかけたらやっと進んだ。こういうことか。猫にばっかりなんか気取られてた。このゲームでこんなに積むとは思わなかった。どこで分岐すんだよ本当に。もうどっちでもいいよ、疲れたよ。なになに、どうしよう。私はクレープ派。サイちゃんと同じで今はクレープの気分かな。じゃあ決まりね。行こう行こう。え、これ分岐なのか。クレープとソフトクリームでこれ分岐なのか、もしかして。よかった。うわ、はいや、買ってくるの。みんないちごクレープ。いちごクレープそんなにみんな好き？まあ、確かに美味しいけどさ。ミワちゃんいつもの、チョコバナナにしなかったの？あ、いつも。え？大盛りいちご半額よ。あ、そうなんだ。それは一応、それはまあいちごでっか口、でっか口、いちごそんな一口で食べる。どう？いちご、口がパリパリで。クリームたっぷり。もういちご残ってないよ、二人とも。おうおう、口でかってか噛みごと食った。そうだ、ツナマヨにしたら猫も寄ってきたかも。クレープのね、サラダ私嫌いなんだよ。私猫ちゃんのカリカリ持ってる。なんで持ってるの？なんで持ってる？それにしてこの辺の猫に餌やってるのはお前か、美和子。おう、じゃあ今度猫見かけたらミワちゃん呼べばいいんだ。呼んでる間いなくなるだろう。手遅れだお前は。ちょっと食べ過ぎかも。お前は手遅れなんだよ。さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？三浦くん？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。いいなって。お、猫のやつが出た。あ、おいしょ。遠くから見つめるだけでも。え、猫のおやつ。心がとても満たされるの。おーい、みわちゃん。おーおーおお、やっと進んだ。なるほどね。カリカリ出す。おお、やっとだ。食べてくれたね。よく似てるけど、学校にいるのとは模様が少し違うよ。あ、そういや、2匹いたな。しっかり猫見てたよね、イオリ。正門のとこで比べと。あれ見てたの。そういえばそうだ、2匹いたわ。お前誰と話してんだみたいな感じで言われたもんね。あ、そっか。それは回想しよう。何話してたんだろう。桜高校正門前。お、どうした？まだ8時10分。お、遅刻しないって？この余裕の早起き。寝れてないのに。思えばできちゃうのだ。寝てないんでしょ。早起きっていうか寝てはないでしょ多分。おう、猫。猫ちゃん、早起きはこんなにお得だなんて。早起きだったから猫いるの。嘘でしょ。ないのか。調べる。おう、寝てる。おう、クラベ君。藤坂さん。静かに。ん？ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。
兄弟かもね。クラベ君、あの夢今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベ君が前に話してた地下に埋まった UFO の夢。おー、 UFO？ お、イオリー、おはよう。あー、ヤクシジ、嫉妬した。今絶対嫉妬した。クラベと何話してたの？ね、猫見てたの。聞かせてよ、その話。うん、めぐみ？ああ、思い出そう。だって前世で、前世って言ったらいいのかどうか分かんないけど、地下300m、宇宙船、え、何？絶対井田がどっかいるじゃん。井田がいそうな場所だな。重郎、よかった。一人で調べに行くなんて。え、普通に呼び捨てにしてるんだが。泉に何かあったら僕は。重郎、やめて。あなたの気持ちは嬉しいけど、え、今は何も考えられない。気持ちにも答えられないの。そうか、僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて。いや、どこの世界線。いや、お前、めぐみちゃん。その時が来たら改めて話すよ。え、他の世界線。でもちょっと待てよお前。ただこの衝撃の原因何か分かった？沖野君、途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。へえ、そうなんだ。おい、司君、思い出したんだろう。何を？お母さん、救えなくてごめんよ。もう地上は滅びてんだよね。ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。え、あ、沖野と喋れる。森村さん、悪気はないんだ。森村さん、森村さん、森村さん。いや、も、え、森村さんって言ってる。ここのブロックデータだけなのに3日かかって解析度 1.2%。 どんだけデータ密度が桁違いに高いわ。いや、 CPU がやばいわけじゃなくて。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。沖野くんが言うような宇宙人の遺跡なのだろうか。うん、ああ、え、これは何の装置だろう。驚くべきものさ。え、僕の推測ではこれはある種の転送装置だ。ああ、そんな顔せずまず聞いてよ。装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。物質の転送なんて不可能よ。おお、ここにある異星人の設備は僕たちの科学では測れない。確かに推測が正しければ突然消えた人たちもこれで説明ができる。森村さん、君の両親も。いや、それはちょっと見てくれ。それはちょっと無責任な発言ちゃうの。解析に時間がかかったけどデータの中にこれを見つけた。何？日本。何これ。この遺跡の全容か。大きいな。でかすぎ。 30km の物体が町の真下に埋まってる。まるで巨大な円盤ね。ここが中心部か。じゃあ埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。あー、地下の UFO ね。
ここは地上からたった300メートルよ。え、そんなもん？大きなものが今まで見つからないはずがないわ。確かに。森村さん違うよ。意図的に隠していたんだ。おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。怪獣たちはこの円盤を目指して穴を掘ってるの。奴ら何がしたいんだ。ああ、そういうことか。ここを目指してるのか、あいつらは。何？このデータと関係がありそうだ。円盤から出てるこの信号、君たちには何に見える？これは…だんだん減ってるけど。怪獣が中枢に接触してから信号は動き出している。はあ、信号？何？もっと調べた方がいいな。ええ、カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとかだけだったらまだマシだけどね。何が起こるのか調べるんだ。へえ、そういうことか。はあ、でもイオリちゃんが森村って呼ばれてるな。これ夢の話だけど結局どっかの世界線の話だよね。何が起きたんだろうな。十郎くんも前の前の前ぐらいの話でさ、おかしくなってたじゃん。みんなを撃ちまくってたじゃん。多分そこで何かデータを見つけて、あ、僕らが原因だったんだこれはってなっちゃったんだよね。まあとりあえず今回はここまでにしましょうか。次回どうしよう。次回もとりあえずいおりちゃんのストーリー見ていきましょうか。ということでここまで見てくださった方ありがとうございました。また次も見てください。それじゃあまたねー。